さてさて、金曜日のお楽しみお酒タイム。今宵は、2つのお酒を飲み比べでございます。長屋どちらもね、同じ、長屋酒、長屋、梅酒株式会社さんのやつですね。まあ、梅酒をね、飲み比べしたいなと、まあ、個人的に思ってやりたいだけなんですけどね。で、まあ、調べてみたらね、この紙パックのやつ売ってて、でその瓶のやつ売ってて、味の違いね、あるんじゃないかっていうのでやろうと思ったんですけども、結構調べれば調べるほど中身がね、違ってたので、だいぶね、味の違いが出るかなと思います。どっちかな。そうやね、まずは1番、こっちの瓶のね、長屋、多分前にもレビューしたと思う。これね、シングルイヤーのやつなんですけども、ブラックっていう書いてあるのがあって、それはもう一つのは、そのブランデーが入ってるバージョンなんですけどね。それと比べてたのを前に撮ったかなと思うんだけども、今回はこの紙パックのさらりとした梅酒の方と比べてみようかなと思います。 もうね、なんか実はさらりとした梅酒の方はね、ブランデーが入ってて、そのこっちの、シングルイヤーの方はブランデー入ってなくて、比べるのはさ、ブラックの方と比べた方が良かったかなと思って、さらりとした梅酒と比べるんだったら、同じブランデーが入ってる。 ちょっと間違えたかな感があるんですけどね。まあいいか。 まあいいか。で、こちらのビル、これさ、かっこいいよね。もう高そうっていう感じしますよね。ザ・チョウヤシングルイヤー、1年熟成版のやつですね。で、紀州産の南高梅を100%使用です。アルコール分が15%。ちょっとね、このちっちゃい本がありますね。さすがなんか高い感じに仕上がってますけど、意外とお値段は安く、1000円ぐらいですかね。で、720ml。で、こちらの長屋、サラリの方は、1000ml なんですけども、紙パックだからぶっちゃけ安くできたっていうだけで、中身は結構、まともっていうか、素材もね、いいもんかなと思います。で、値段、どうだったかな。でも、1000円はいってなかったと思う、紙パックの方は。ちょっと忘れたけどな、800円ぐらいだったかな。さすがね、紙パックは、抑えられるんだろうね。でもちょっとね、見た目がやはりあれですよね。もうあのね 私もね、ジャケ買いというか、こっちとこっち比べたら正直な話さ、このね、この梅酒の、なんて言えばいいんかな、茶色、梅酒色のさ、色がこの瓶から出てて、あ、おいしそうってなるじゃん。ぶっちゃけね、見た目っていうのも、売れる売れないかはあるんじゃないかなと思いますけども。でも中身ね、味ね、どうなんでしょうかね。比べてみましょうっていう回です。ちょっと、ちっちゃいけど読んでおこうかな。1914年、ぶどう農家から長屋は始まりましたと。で、まあ、ここにもちょっと書いたんですけど、小さいので。まあ、そんなこんなんでですね。で、書かれてあるのがさ、長屋は約450基の貯蔵タンクに同様数の、まあ、梅酒を保有しており、無添加であるがゆえに品種など様々な要素によってタンクの数だけ個性が生まれます。まあ味が変わっちゃうんでしょうね。なので、長期熟成を可能とした貯蔵環境と個性を融合させるブレンド技術の蓄積や長屋の生命線だってさ。まあわかる。この酒を調べれば調べるほどわかるんですけども、同じ味をずっと出すっていう製品化ねするのってさ、大変なんでしょうね、本当。まあそうですね、ちょっと比べるとなるとね、まとめた方が早いなと思って書いといたんですよ。で、ちなみにこの蝶屋ってさ、どういう意味っていうのを調べてみて、蝶々の蝶と、弓矢ではなくて矢尻の、矢、あ、まあ、あの弓矢の矢の部分かが、この出土してるところで、最初、会社を作ったので、その蝶と矢っていうのを入れて、蝶矢っていうのを社名にしたそうです。蝶々がいっぱいいる地域だったんですね。で、大阪ですね。で、今、そのは、作ってる場所は、大阪府の羽曳野市っていうところですね。なんかこの羽がさ、蝶々と関係あるのかなと思ったけど、それは違うみたいでした。なんか、ヤマトタケルが白鳥になって舞い降りたとかいうので、そういう名前がついたらしいです。羽曳野市。読め 正直な話、さあ、こういう地名ってさ、読めへんの多くないですか？ 難しいですよね。まあ、それだけなんか歴史があるんでしょうね。でね、そう。その砂糖、こっちでは糖類って書いてあるんですけど、この瓶の方が。で、サラリの方がね、砂糖って書いてあって、で、そのまあブランデーが入ってて、こっちの瓶のやつはブランデーが入ってなくて、微妙にね、違うんだなっていう印象を受けました。まあ、調合があるんでしょうね、いろいろと。
このね、蝶屋さんはもう、梅酒界隈では知らなかったらダメなくらい、梅酒といえばね、蝶屋と俺は思っております。他に、そもそもさ、その梅酒だけを作ってるっていうような、はな、ね、なんかね、ないんじゃないですかね。で、有名っていうのは。で、なかなかそのね、売り、その、商業として、成り立つっていうのは難しいでしょうか。それでやっていけてるのはすごいなと思います。で、1914年から、蝶屋さんはあるみたいです。もう100年ぐらいありますね。すごいですね。で、最初の創業者さんの名前は、これさ、ゴールドと銅、カッパ、金と銅と書いて、これ、近藤さんって読むらしいです。近藤住太郎さんが、最初に作ったと。すごいですね。金と銅に住むっていう、まあ、この、名字は近藤なんですけども。いい名前ですね。なんか、近藤。で、調べてみると、その、近藤仏っていう、なんか、そういう、像、その仏像を作ってるところの、人のにつか、つけられる名前らしいです。近藤っていうのは。へえって感じです。もうなんか調べれば調べるほど全然違う話に出ちゃうけど、ちょっとさ、興味があって、なんか珍しい名前やなって。金と銅ですよ。いい名前だな。っていうか、名字ですね。で、この比べるね、違い、そうそう、蝶屋のシングルさん、瓶の方は、720ml 中、梅が 315g 使われてあって、すごいですね、ちゃんと書かれてあって。で、サラリの紙パックの方は 1000ml 中、梅が 255g 使われてます。このね、容量的には少ない瓶の方が、梅が多く使われてるようですね。まあ、高く、作られてるんでしょう。よく見たら今さ、これ、蝶屋って漢字で書いてある。映るかな？銀色で。へえ。もうそのパッケージというか、デザインもなんかかっこいいですね。これはね、置いときたいですね。この、ぜひと中身があるままで。中身ないとさ、色がついてない瓶になっちゃうけど。でもまあ、飲んじゃうでしょうね。こう、眺めてたらさ、飲みたいってなっちゃうよね。で、アルコール度数が、瓶の方が15%、紙パックの方が10%ですね。まあ、飲みやすいっていう感じで。それでその、さらりとした梅酒っていう名前にしたんでしょうかね。で、先ほども言った通り、紙パックは砂糖とブランデーであって、その瓶の方は糖類で、ブランデーはなしです。でね、その貴州、そういえば貴州ってどこって調べてて、大阪と、和歌山県の間らしいですね。昔言われてた場所ですね。まあ、その辺が貴州だと。で、そこの、南高梅っていうのが、もう梅界では高級と言われて梅らしいです。で、そこでよく、生やされてる、梅の品種ですね。南高梅っていうのが。まあ、要はブランドかな が100%使われていると、こっちの瓶の方は。で、調べてみたら、さらりとした梅酒の方はですね、南高梅を、基本、主体として、他の梅を使われているということです。まあ、その辺で、その味の違いとかっていうのはありそうではあるなと思いました。でね、一年熟成なんですよ、瓶の方は。で、さらりとした梅酒の方は一年熟成ではなさそうです。熟成したらどうなのっていう、なんか変わるのっていうのはね、調べてみたいですね。これ熟成してない版の、シングルのやつで、その材料も同じでっていうので、味はだいぶ変わるんでしょうか。まあ、このね、梅酒界隈では、まあ、トップ、俺的に。なんで、いろんなね、ことがあって、これが一番うまいとして売ってるんでしょうなと、俺は思ってます。じゃあ、比べていきましょうか。どうしようかな。どっちから飲んでいこう。まあ、順番的には1番って書いたんで、瓶の方から飲んでいきましょう。ごめんね、話が長くて。金 曜に話が長いよ。はい、話が長いんです、私は。でも、まあ、こういう前提踏まえてさ、その、比べるのってやらないと、なんか、ね、なんでそれとそれ比べるのって理由はってちょっと思っちゃいますよね。なんで、ちょっと ごちゃごちゃ言ってみました。はい、では、開封。いやー、前々から飲みたかったんだよね。だいぶ前に買ったんだけど、いつレビューしようかなって前々から思ってさ、ま、今かなっていうので。ていうか、飲みたくなったからなんだけど、飲んでいこうかな。よいしょ、これぐらいにしとこう。梅酒。たまにその甘いお酒を飲みたくなりますね。乾杯。今日も一日、平和でした。さすがに15%。いいですね。酒感がしっかりあります。うまいね。うまい。梅酒ってさ、まあ、ずるいよね。まあ、梅という、そもそもがうまい存在じゃん。それでお酒を作る。ずるいよね。梅のジュースってあんまないけど、まあ、高いんやろな、そもそも。ね。
で、それを絞って、で、お酒にして、わあ、それは絶対うまいわ。それは絶対うまいわ。日本で生まれてよかったですね、それは。梅。あ、中国、ね、梅の、まあ、もともと生えてるところは、結局何でもね、中国から来てるんですけどね、果物とかも、あ、食べ物も。中国では梅酒っていうのは作らなかったんですかね。ちょっとそれは調べたりね。で、こちらの紙パックの方も、ね、飲んでいきましょう。あ、そうそう。まあ、そう、よく見たらさ、国産梅100%使用って書いてあるんですよ、こっちの場合は。で、こっちの場合は、ちゃんとその、南高梅100%って、微妙にね、違うなっていうのがあって。ね、このさ、シングルイヤーの紙パック版っていうのは、どうなんですかね、作れないんですかね。紙パックやから、やはり、あれなんですか、品質が下がっちゃうんですかね。で、見てみると、まあ、やはりその、ね、保存料とか、いろいろとその、なんだっけ、添加物をね、ほとんど入れてないんですよ、この蝶屋さんは。まあ、結構、その、さすが本格梅酒を名乗れる梅酒を作ってて、まあ、入れてある版のも、その、そんな、そういうコンセプトではあると思うんだけども、で、ないやつはしっかりとないように作られてて、俺はね、好印象かなと思います。俺もね、作るんやったら酒、さ、まあ、砂糖いるか、梅、もうそれだけ、もうたったそれだけシンプルっていうのを俺は作ると思う。まあ、そうなると、売れ行きとかって難しいと思うね。で、ぶっちゃけ、それで、うわ、終わりなんですよ。だから、なかなかその、独自の酒ですっていうのは難しいと思うね。あとは、まあ、その、梅の品種とかですかね。なかなかね、シンプルがゆえに、これ以上の改善っていうのは難しいですよね。だから、売れ行きが、例えば伸びや悩んだとしてさ、新しい梅酒を作ろうっていうのが難しい。俺はね、そんな気がしますね。はい。で、よく見たら、この海鮮を必ず冷蔵庫に入れて、なるべく早くお飲みやって、お飲みくださいって書いてあって、まあ、やはり、ね、正直な話、下がるんですよね。生きてるというか、品質が下がってしまうんでしょうね。鮮度が落ちる。まあ、全てのものは鮮度が下がれば、ぶっちゃけね、味が、やはり、うまさが落ちてしまうんでしょうね、残念ながら。で、だから俺もこの開封をね、ちゃんとして飲み比べしてるんですけど、まあ、ちょっと比べる相手間違ったかもちょっとあるなって思って。これブラックと比べた方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、まあ、ブラックの1年熟成なんですけども。結構赤い。ちょっと待って。よいしょっと。中のキャップを。よいしょ。映ってるかな？開封してこう。ちょっとごめん。なかなか この狭い画角で映すのはきつい。はい、開封。でね、実はもう一つね、比べたいものがあったんですけども、まあ、別の動画で、コンセプトとしてさ、いろんなものと比べるってなると、時間もさ、動画の時間も長くなっちゃうし、俺がさ、その味を覚えられないっていうのもあって、まあ日本ずつで比べてもいいかなと思います。まあ、今回はそう、お酒、蝶屋と蝶屋っていうので比べてみます。もう一つの方はね、ジュースなんですよね。で、前々からレビューしたかったものだったんでね、またその動画もお楽しみを。で、サラリの方飲んでいきます。これは、サラリしてるのかな？色さっきよりかは黄色めですね。オレンジというか、ね、飲みます。あ、サラリとしてますね。さすが10%。15よりかはね、全然、酒味がサラリとしてます。でも、梅酒って感じですね。ああ、生き返る。今めちゃくちゃ静かやな、ここ。まあ、もう、そっか、明日になってるんか。そうやな、もっと酒みが欲しいってなると、さらに買う人はね、そこまで酒を求めてない人やと思います。で、梅の味を求めたい人がさらにですかね。で、もっと酒感が欲しい人は、こちらの1年、違う、シングルイヤーの方やと思います。で、結構ね、シングルイラーの方が、梅もしっかり煮詰まってる感があります。まあ、こっちは100ミリで、じゃあ1000ミリで、梅が、255グラムなんで、ちょっとね、やっぱり、この瓶よりかは薄め、梅感も薄めな気がします。まあ、色でちょっとね、わかるかな。
グビグビ飲めちゃうね。薄いとね、グビグビ飲んじゃうんですよね。かなり、そうやな、サラリーと比べると、シングルきついっていう感じがしますね。まあでもさ、こういうのって、なんか、俺はね、なんでもストレート好きなんで、ストレートで飲んでるけど、皆さんはあれですかね、この、ほら、飲み方、ソーダ割りロックとか、ね、いろんなもん入れて薄めると思うんで、ぶっちゃけね、それはストレートで飲んだら濃いわなっていう話なんですけども。やはり私はストレートですね。お酒本来のしっかりとね、作った人が美味しいと考えて、作った配合をね、しっかりと味わいたいなって思ってるんで。どっちが甘いかとかはね、ちょっと難しい。アルコールがきつすぎて。まあ、でもかなりどっちも甘い方なんじゃないかなと思います。うまい。あ、匂いとかはね。匂いはあまりね、得意分野ではないんだが。わかんない。わかんないです。すみません。わ かんなかったらわかんないって言います。まあ、鼻がいい人はね、梅の香りがしてるんじゃないでしょうか。そうやね、そういえばな、梅ってさ、梅干しにとか加工するじゃん。そのままで食べることってあんまない気がするんだけど、ね。梅、本来そのものをね、食べる人っているんですかね。なんかみんな梅酒にしてみたりっていうのは、わかるんですけど、そういう売り方してるじゃないですか。果物のとしてそのまま、ね、かじりつくっていうのは梅はしないよな。あ、梅って酸っぱいんかな？ちょっとだからそのまま食ったことがないからわかんない わかんないです。このね、熟成したら、甘かったりするんでしょうかね。全然知らないけど でもあれ、梅って果物でしょ？ね。そうですね、さらり、飲みやすいのはさらりですね。で、ガツンと、梅の感じも、かつ酒の感じも飲みたかったら、シングルイヤーの方がおすすめって感じですね。どちらも、つけがたいっていう感じです。美味しい。とにかく言えることはただ一つ、美味しいということです。蝶 屋さん、ありがとうございます。ね、こう、比べることができて、嬉しく思います。そちらも、なんだっけ、ドラッグストアで売ってましたね。で、まあ、ね、紙このサラリーもね、瓶版としても出せそうなんでね。まあでもコンセプト的には、全体的に味も優しめ、価格も優しめで、量も多めっていうので紙パックにしてるって感じでしょ。で、このシングルはやっぱり見た目なんじゃないですか 見た目で売りたいっていうのもあって、ね、このかっこいい瓶の形 こうなったんじゃないでしょうか、商品の形として、とちょっと思いましたね。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。